ちゃこんにちは、はい、さあ野球界セリーグのショートシリーズ、はい、いつの間にかショートシリーズが出来上がっています。なんでだよ。よく門脇選手から始まったんですけれども、門脇いいよな。いやいやいいですよ、やっぱストロングですけれども、はい、そして次が木浪選手、はいはい、あもしあの木浪選手の動画見てない方いらっしゃったら概要欄に貼ってるのでぜひ見てください、はい、ショートの木浪選手と来たんで、もうあの選手を出さないわけにはいかないですよね。あそうそうだな、やってきたな、はい、出番がやってきましたね。おじさん遅くないかお前。本来一番最初にやるべきだったんですけれどもね。次は小園行くかそうですね、そうですね。というわけで、いやこのセリーグのショートって優秀だからな。本当今そうですね、DeNA はまあ林っていうのも育ってきてるから、はい、いやあの子も優秀なショートになると思う。あの群雄割拠時代になってきましたね。いやこの中でベストナイン取るって大変なことになるけどね、うん、ですよね、はい、で今日はやっぱりショートといえば、はい、巨人の坂本勇人選手です。お、まあ今シーズンショートでいいのか。いやもう来シーズンからサードになりますけれども、うん、とりあえず今までやっぱりショートを背負って引っ張ってきたので、はい、やっぱショート坂本選手を改めて今日は取り上げたいなと思うんですけれども、ゆうたかさん大好きじゃないですか。大好き。いつから好きになったんですか。そうだな、あのね、はい、巨人が何年かちょっと忘れたけど優勝した時に亀井におめでとうって電話したんだよ、うんうん、でゆうたかさん何してますかって言うから、はい、あの時新宿かなんかで飲んでる、はい、飲んでたのね、はい、でじゃあ来るかって言ったら、うん、あ分かりましたとか言って、はい、で電話かかってきて、はい、祝勝会とかいろいろビールかけが終わってね、で今からジャニーズも連れて行きますからって言って、おで来たのが隼人だったんだよ。そうなんですか。そうそうそう、そこが出会いですか最初の。そうそうそう、グラウンドじゃなかったんですね。いやグラウンドでも見てるよ、もちろん見てるけど初めて話すというか、話すというか、あ、うん、まあ、それで、まあ、ちょこちょこ会うようになったりとか、はい、まあ、ちょこちょこ会うというか、まあ、グラウンドとかね、はい、あと俺が店を出してた時に遊びに来てくれてとか、うん、まあ、そういうところで一緒に飲んだりだとか、はい、まあ、いろんな話ができたりだとか、はい、まあ、してきたんだよね、はい、まあ、やっぱこう一番はやっぱ男として金が切れるわ、うん、ちょっと金が切れる、いや、そういわゆるケチくさくないってことですよね、うん、だからね、もう中途半端じゃない、あ、うん、切符がいいっていうね、ずっと、うん、だから真面目でもダメだし、うん、利口でもダメだし、うん、バカでもダメだし、うん、中途半端じゃなおなれずって、うん、その中の本当にバランスのいい人間だからな。へー、そうなんですね、うん、OB から見てそういう風に見えるっていうところですよね、うんうん、あとプレーでは坂本選手すごいなってきっかけはあったんですか。ショートでさ、はい、あんだけ打てないよ、首位打者も取ってるだろ。まずそこですよね、首位打者取ってる。いやお前ね、うん、お前ねってちょっと失礼だけどあのね、ショートであの成績って化け物だぞ、言っとくけど。今までいました。いないよ。だから俺歴代プロ野球が始まって以来の、うん、ね、ベストナインはショートは坂本勇人だ。これは右に出るもんがいないよ、うん、と俺は思うよ。それまでショートの選手の概念ってどういう概念だったんですか。いやだから2割5分打って守備がうまければいいっていうの、はい、うん、もう覆した全部。そうですね、もうひどいよお前覆し方がえぐかったですね。えぐかった、もうこんな天と地とガーンと生きたからね。じゃあそのまずバッティングっていう意味では、はい、まあ、坂本選手っていうとどこに魅力をやっぱり感じますか。コンタクトの仕方と読みのうまさだな。そのコンタクト、まあ、読みのうまさ、まあ、タイミングの取り方もうまいけどな、まあ、全てがうまいよ。あとやっぱ坂本選手ってイメージするのがそのインコースの、まあ、肘の抜き方、うん、そこがすごいあるんですけど、うん、まあそこもある。そこもないとさ、あんなに打てないよ。ですよね。何言っちゃあとあのインコースに入ってくるあの低めの球をポーンと持っていくとか、うん、どこでも打てちゃうもう大好きじゃないですか。いやどこでも打てちゃうんだよ。弱点ないんですか、バッティング。あ、弱点はアウトローかな。アウトロー、うん、そのぐらいですか。まあインハイアウトローだよ。あ、やっぱり苦手なの、まあ、大体の選手がそう。インハイアウトロー、うんうん、だからそこにはあっても他の選手より確率よく打つよな。もう何年目からゆうたかさんはその辺に感じてたんですか。いやだからこれは前の動画でも言ってるけど、うん、まあ、原監督が宮崎キャンプでね、うん、俺が行った時にゆうたかちょっとあのショート見てくれって、うん、あれが坂本勇人って言うんだよって、う
ちょっと見ててって言って、まあ、ノックが終わるまでちょっと外れてて、でだからちょっと昼飯食おうって、うん、で選手食堂行って、まあ、ご馳走してくれたんだけど、だからあれ坂本勇人どう思うって言うから、いやすごいダイナミックだなって、うん、動きが、それからいや今年ねあいつ使っていこうと思うんだよ、はい、じゃあちょっと見ててって言うから、それからこう見るようになったんだけど、いやーやっぱこう期待通りとか期待以上だったな。期待以上でしたか。あ、守備もそうでした。いやあのね、あなたさ教えとくよ、ね、全ポジションがあって、はい、まあ、キャッチャーは特殊なポジションで、ね、でフィールドに広がってんのは、はい、一番最初に守備の負担が来るのはショートなんだ、うん、これは精神的な負担、はい、次にセカンドって言われてるんだよ、はい、これは将棋で言えば金と銀の差がある、うん、もう金なんだよ、はい、これセカンドはいくら頑張っても銀なんだよ、うん、銀メダルなんだよ、はい、金メダル、金メダルの中のトップオブトップだよ。もう金オブ金ですか。ああトップオブトップってちょっとおかしいですね。そうだ、ちょっと興奮してるから、そうですね、今日はすごいな。いやだから、いやそのぐらいやっぱすごくて、じゃあ歴代のショートと比べてみ、うん、昔の人が守備うまかったとか、はい、どうのこうのって言うけど、うん、もう問題になんないよ。例えば打球が速かったりだとかさ、だから昔はうまかったっていうのはグラウンドが荒れてるから、はい、ね、それをこううまくさばいてたって言うけども、今の状況っていうのは人工芝は打球が速かったりだとかいろいろする、はい、ね、で足の速い選手も揃ってるしさ、そうなった時にやっぱショートのポジションって大変なんだよ。年々やっぱプロ野球ってレベルが上がってきてるしさ、その坂本勇人もレベルをこう上げてってるから、どん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 その時代に合わせて、それがすごいですよね。いやそれがすごいんだよ、うん、ないや、だから坂本勇人がね、怪我でポッといなくなった、うん、代わりに入ったショートがエラーする、うん、あれ負けちゃったみたいな、ありましたね、あるだろ。だからどれだけ大変なことを何年にわたってやってるかね。でもちろんね、怪我と付き合いながら、怪我もするよお前、ね、ショートだもん、ショートだもん本当そうですよ、ね、するだけど、今まで本当よくお前持ったなっていうぐらい、そうなんだ、持ったと思うよ、まあ、あと守備でもやっぱり華麗な守備というか、うん、見せるっていう花がある守備っていうのもすごいですよね。いやいや、うまい、うまいよどこがうまいっていうふうに感じるとこなんですか、守備では。球際だな、やっぱ一番強いのは球際、うんうん、でね、ずれてるところもあるんだよ、うんうん、坂本って、はい、いやだけどやっぱね、基本はしっかり分かってるんだよ、はい、だからそれからのアレンジで楽をしているところが、あ、うん、だけどそれは基本が分かってるからいいんだよね、はい、うん、でも大事なところは基本外さないという、うん、もうね、臨機応変なんだよ、うん、何でもできちゃうんだよ。すごいですね、やっぱバランスは、うん、まあ、揃ってるというか、才能というか、いや才能だな、ってれあれはな、そうですよね。だからね、今言えば今宮みたいな、はい、取って決めて投げるっていうこともできるし、はい、流れるように源田、うん、これもできるし、え、過去に誰がいる、いや、だから坂本勇人タイプ、もう確率いない、いない、いや比べたら失礼だもん何言っちゃう、過去の選手、え、どっち、いや過去の選手、失礼する。あ、坂本選手が、うん、トータル的に考えたら、はい、守備だけって言ったら別だけど、あ、ね、はい、トータル的に考えたらあんなショートなんか出てこないから、そう、守備だけに関すると誰タイプ、もう坂本勇人タイプになるんですか。もうそれでいいよ、教えないよあと一時期いやだから言ったじゃん、うん、今宮タイプもできるし、源田選手タイプもできるし、若い時は源田みたいなタイプでもあったし、いやだから打球によって今宮になったりとか、うん、打球によって源田になったりとかするんだよ、うん、だからこれがすごいんだよ。だから源田は源田なんだよ今、そうですよね、今宮は今宮なんだよ今、うん、でも兼ね備えてんだよ両方、いい、こんなこれだけ言って一時期、はい、その自主トレの時に宮本慎也さんと一緒に自主トレしたりとかもあったと思うんですけれども、あれはねボールの入り方なんだよな、ちょっとね基本から外れた楽をし始める時ってあるんだよ、やっぱ体が下手ってきて、その時にねボールの入り方をもう一度思い出させるために、まあ深夜にやってもらったんじゃない、
あ、そこを基本というかもう一回っていうところ で多分ね、俺がその映像を見た時に、はい、あ、これは分かってるけど、こう自分を戒めるためにもう一度思い起こすために深夜を呼んだなって、うん、分かってんだよ。でも体が楽することも覚えてるから、はい、いやこれじゃ下手ると、うん、ダメになるということでやったんだ。多分そういうことだったんです、うん、多分ね、俺の想像、うん、もう分かってるって、うん、何言っちゃってんの。いや本当に、いやただでも坂本選手は、まあ、来シーズンからもサードというポジションになって、はい、まあ、サードも本当にかっこいい、多分坂本選手っていうふうに、ね、豊さんおっしゃってたので、めちゃくちゃかっこいい。肩強いってことですか。サードが似合うな、またショートにこれはこれはね、うん、ちょっと高いバウンドで、はい、一塁ランナーが速かったんだよね、うん、でパンと取ってセカンド投げようかなと思ったら、やっぱランナーが速かったから一塁に投げたんだよ、このまま、はい、ターンと、うん、もうたまんない。たまんない。あれができないから選手はどうして、できないっていう、いやステップ踏んじゃうから、もう一回、あ、だから遅くなっちゃうのか、そんなステップ踏むのが基本なんだけども、うん、はい、パーンと取って、あ、ダメだと思ってスーンとそのままノーステップで、ここら辺のセンスが違う、もう体に染み付いてるんですね。もう野球をするために生まれてきた。はは、本当にすごい。ただでもそんな坂本選手もおそらく今シーズン最初からすごい苦しんだと思うんですよ、そのそうだな、あのスピード、ヘッドスピードでしたっけ、打球の、あのだったりとか、まあまあでもね、年齢とともに落ちていくもんだよ、うん、でもまあスタンドに入れる力はね、うん、まあ彼ぐらいだったら持ってるし、だからあんまり心配しなかったですね。あ、本当ですか。で、多分ね、この動画でも最初取り上げて、記事の中で結局自分はそのホームラン一発を狙わないで中距離とか、そのアベレージヒッターになるべきなのか、それともアベレージじゃなくてやっぱり一本を狙いに行くべきなのか、どっちを首脳陣は求めてるのかですごく悩んでるっていう記事が、なんかまあまあそれはそうだよね。まあだから、ね、回答出したじゃん。そうですね、結局は2発打って、うん、ね、俺はまだホームラン持ってるしアベレージも残せると、うん、いやすごい、だからすごいんだよ。ですね、ああすごいのか、ほっときゃいいのにな、ほっといたら全やってくれるのにな。そうですね、多分どっかで吹っ切れたんでしょうね、うん、ご本人も。まあまあそうだよね、うん、まあ結果が出るようになったりとかね、いろいろして、うんうん、ただやっぱりあの坂本が、隼人がサードにスッと収まったっていうのは、やっぱ門脇の守備っていうのを認めたからなんだろうね。そこどういう風に感じたかご本人に聞いてみたいですけどね。いや今度聞きます。お、出てくれます。ちょっとここでちょっと重大発言ありましたか、豊さん。いや出てくれますよ、だからもう根掘り葉掘り。え、その門脇選手がショートで出てきた時の、自分がサードに回るって言った時のその心境とか、どういう風なの。だそれまで譲らなかったと思うんだよ、うん、意地でもショートっていうのを思ったと思うんだよ、うんうん、でも年齢的なこともあり、はい、門脇の守備を見た時に、うん、あ、これは俺はもう移動すべきだなっていう納得はあるんじゃないの。まあその方が体も楽だしな。まあまあそうか、そうか、寿命は伸びるしね、はい、でやっぱ3000本っていうのは打ってもらわないとちょっと困るし困るんだよ俺が。なんでか知らないけど困る感じになっちゃう。なんか消化不良になっちゃうよ、ね、消化不良どころじゃないよ。そうですよね、便秘も重なるからですよね。推しにね、推しが打ってくれないと困るので。そう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 、そうだよ。そうですね。で今ポロッと豊さんからも出ましたが、はい、なんとこの豊さんの YouTube 動画に、はい、坂本勇人選手が出演してくださいます。そうですね、はい、これあのキャンプの時以来になるので、はい、久しぶりですね。で単独で長いの、あ、キャンプの時に出てくれたな、亀井選手と一緒、の時と一緒に、はいはい、それ以来となるので、まあ、今度はじっくりね腰を据えてちょっと話を聞きたいんで、はい、これはねちょっと年末年始のタイミングになるのか、はい、そうだな、ちょうど皆さんにねあの本当に楽しみにしていただきたいと思うんですけど、ね、ユダさん今心境どうですか。これからワクワクだよ。寝られますか。ね、まあ、ね、寝とかないとな。頭も回んない。そうそうそう。いろんな聞きたいこともね、たくさんだと思うんですよ。はいはい、うん、なので、なんかね、いろいろ聞いていただければ。まあそうだね。はい、と思うんですけれども。はい、まあ楽しみです、小猿はね。そこはね、そことして楽しみにしていただきたいですし、はい、豊さん的には、今後、坂本選手のようなショートの選手っていうのは、どうですか、出て。まあなかなか難しいだろうな。あれだけのバッティングを備えて、はい、打つだけじゃないからね、守りももう安定してるし、うん、あんなショートっていうのはなかなか出てこないよ。
しかもその巨人のショートでっていうところでですよね。まあそうだな。だから吉彦さんっていうねいいショートはいたけども、うん、じゃあ守備を比べた時に、うん、やっぱ早田の方が上だなとか、うん、足だったら大変吉彦さんだけど全体的なバランスを考えたらやっぱ坂本かなっていう。それ立浪さんともそうですか。立浪はショートからスタートしたけども、うん、まあもうセカンドに移っちゃったからね、うん、だからショートを長くできなかったということ、うん、まあ肩も痛めたっていうアクシデントもあったけどさ、はい、だけどやっぱ坂本っていうのはね、うん、ずっと守り続けてる、まあ、松井和夫、はい、じゃあ守備がどうだったかって言ったらやっぱ坂本の方が安定感あるし、うん、まあ、バッティングトリプルスリーかな松井和夫はやったかもわからないけども、まあでもずっとやっぱショートができてるっていうことを考えるとさ、うん、隼人の上に行く人間っていうのはなかなかいないな。それだけすごい逸材というか野球界にとって。そうだな、うん、それと花があるから、うん、まあ、そこですよね高さんって、ね、いややっぱ見せる、うん、ね、うん、野球だし、はい、野球っていうのはやっぱ見せ方だし、うん、やっぱ感動的なバッティングだとか、はい、いろいろ考え、まあ、こう褒めすぎか。いやちょっとね欠点というか全く言ってないので褒めすぎですよ。いやただね俺は楽したなと思うのはやっぱ走力もあったんだけど途中から盗塁やめたんだよね。あ、そうなんですか。うん、そこはねちょっと怒らなきゃいけない。じゃ聞いてみてください。やめたのっていうふうに。いや、 やっぱり足の故障とかやっぱねショートでねバンバン走ったらね、うん、吉彦さんみたいに靭帯痛めるよ。だから内股でしか歩けなくなる。いや、それは違うと思うんですけど。いや、本当に、そういうのをもしかしたら長く野球を続けるためにの自分の中での何かあったのかも。ただ役割が変わってきたよね。若い時は走らなきゃいけない役割があったけども、うん、はい、でも途中からはこう返す役割ができたから、はい、そんなに走らなくなったとは思うんだけども、まあまあ万能だよな。そうですね。まあ、今日はね改めて豊さんの推しショート坂本選手についてたっぷり話していただきましたけれども、はい、まあ、坂本選手がこの動画に出演してくださるということなので、はい、ちょっとその動画も皆さん本当首を長くして待っていてください、ね、はい、はい、お楽しみに。はい、はい。